ちょっと皆さんドキドキしていらっしゃるかと思いますけれども、スタート直前は、おはようございます。ファイト、頑張って、あら、やばい、日高さん応援してるから頑張っ、ファイト。日高また参加することになるんでしょうか。課長です。これ僕のランニングスペックです。52歳ですが、52歳になってもこの記録更新できるようにまだまだガチ出していきます。ここはね、神奈川県の小田原です。2023年11月の18日土曜日開催される激坂最速王決定戦出走します。あの激坂っていうだけあってね、もう坂しかないです。 13.5 キロの坂を使ってレースが行われる、ウォーキングの部、それから上りの部、下りの部、ピストンの部、そしてダブルピストンの部、僕はピストンの部に出走します。で、アネスト岩田ターンパイク箱根って普段は入れないんですよ、ギリラ道路で。そこを走れるっていうのは楽しいですけどね。ただ僕過去に1回走っていて、どんだけきついかはよく知ってます。累積標高で 1000m、 最大斜度が 10% ですね。キーワードが入山地獄。いや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 、どんな展開になるのやら。で、今回僕はね、ピストンの部の最後尾からスタートします。皆さん応援しながら走っていくっていう、そんな感じから、ガチョウのゼッケンつけて、それでは会場に向かいます。あそこにね、小田原城が見えます。天気がいいので、上の方に行けば富士山がはっきり見えるんじゃないかな。ただもう苦しくてカメラがブレてるかもしれないけど、それはご容赦ください。ガチオのランチャンネル。すぐそこは海です。で、今日は正面に見える山、あれを登ってます。ゲートが見える、あそこがスタート地点。いや、ダブルピストンとか考えられないね。あの白川くんは走るんだよね。何時間想定？4時間半ぐらい。去年は？去年も4時間20分ぐらいだったんじゃないかな。あ、本当？頑張ってきてよ。すれ違うでしょ、きっと。すれ違うよ。全員バックアップして、引率の先生ぐらいの感じでガッチリ行く。今日もやればできる、やるんだ。あ、やればできるよ、やる。頑張ってよ。頑張ります。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。もう撮ってます？豪華な。もう撮ってます。豪華な控室。お願いします。まだ揃ってないです。あれ？これ上りの部。あ、いいのか。レーブ11時30分。あの下りの部からなんで、うん、次上りの部に張り替えて。意味わからない。大変だ。ではね、スタートゲート、おお、おお、激坂最速王決定戦。そしてこの先には坂が待ってます。いや、しょっぱなきついんだよこれ。 10% 以上あるんじゃないかな。 7.5 キロぐらいまでずっと登りっぱなしで、そこから若干休めて、でまた登って、でまた若干休めて、でぐんと12キロあたりに大きな壁があったことを覚えています。下りの部は上まで上がんなきゃいけないんで、いや、バスで上まで連れてってもらいます。
で、そこからこう走り出す。下りだけってのはきついよね。ダブルピストンでもう間もなくスタートになりますので、ダブルピストンスタート、ちょっと別バスでね、映像を撮りながら進んでいただければと思います。よいしょ。皆さんが安心して参加できる大会になりますように、どうかルールを守っていただいて楽しい一日になればと思います。やればできそうです。ありがとうございます。3、2、1、いってらっしゃい。頑張って。はい、ではスタートゲートに向かいます。今日のアイテム、キャップはヒアネスです。で、 T シャツは、ガチオリジナルプロジェクト G、そしてウエストバッグがインナーファクトですね。初めて使います。ここに、補給食やらを入れようと思います。そして、RL のハーフタイツ、ニーダッシュ、ニューハレ、そしてソックスが C3 フィットの5本指、そしてナイキのズーム X のベイパーです。時計はフォアランナー96を、心拍センサーカロス。10時からピストのブースタートですね。第1ウェーブがスタートして、第2ウェーブ、第3ウェーブ、第4ウェーブ、僕は第4ウェーブですね。田村健太選手、いらっしゃいますか。ピストンで上りと下りで、ここ神野さん出られないんです。今日は一緒に走るメンバーです。よろしくお願いします。第4ウェーブですね。第4ウェーブで後ろから盛り上げます、はい、もうね、ちょっと有利なんですよ、飛んじゃうから。ここも飛べるんですか。だから行くんで、コアラ君は5キロの通過13分台。頑張ってください。頑張ります。わかんないですけど、ちょっと寒いけど頑張ります。改めて注意事項、何回目ですか。僕3回目、初回と去年と今年3回目になります。今日は向かい風もあれば追い風もありますんで、はい、もうどっちもね、楽しみながら。で、上行った時はちょっと寒くはなっているかと思うんですけれども、頑張ってください。頑張ってください。さあ、いよいよちょっと皆さんドキドキしていらっしゃるかと思いますけれども、スタート直前は何かアドバイスは。直前はですね、結構心拍数上がって、スタートでーす。どうもー、どうもー、はい、どうでしょう。ラジオさんが後ろから行きます。よいしょ。はい、行くよ。レースの下りの部、はい、どうも、少しお前ください。間もなく下りの部、先頭が通過いたします。はい、どうも。どう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 急に出る。頑張ります。そうです。頑張ろう。よいしょ。そう、入った入った入った
どうどう。やばほらやばいやばい入った入ったガンバガンバガンバはいガンバ入ったよ行ってガンバ入ったよ頑張って入ったよ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 ガンバ入ったよ頑張る頑張る入った入ったです入ったよダブル頑張る白川以上が白川さん応援してるからしんどい頑張る入ったよマチョさんマチョさん笑顔ださすがですさすがはいはい余裕そうですね。え余裕あいい笑顔です。さあさあ。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ハイエー走ってきました。ゴールしました。27キロ。時間が2時間44分。で積み重ねた累積標高が 1000m ちょっとですね。いや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 。こんなに杯いるんだ。っていうぐらい。13.5 キロの坂道で楽しんでる人の多いこと、上りだけ下りだけ行って帰ってくる行って帰ってきてもう一回行ってる人もいますからダブルピストンねいや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 今回僕はピストンの部最後尾からスタートして、応援したからっていうスタイルでやらせてもらいましたああみんなね一生懸命走ってましたよもう年齢とか関係ないみんな坂が大好きなんだなということが伝わってきて僕も走りながら力をもらったしでピストンなんで上から降りてくる人とかもいるんですよねで掛け声掛け合って、力を分け与えながらお互いに頑張るというスタイルがやっぱりいいっすね激坂まあちょっとタイム狙うっていう感じは今回なかったんであれなんですけどただやっぱ応援をしながら走るっていうこともね今までこの大会ではやったことがなかったんで、まあ、いろんな人たちの走り方苦しみ方楽しみ方をこの目で見れたことはすごく楽しかったです僕もモチベーションが上がりましたはい、今回はね激坂最速王決定戦2023走ってきましたこれ来年もねもう杯は毎年の、ね、恒例行事なんじゃないかなっていうふうに思うけど、次はタイムを狙って、出走したいなっていうふうに思っています、まあ、そのためにはもう走りの練習上りの練習下りの練習ともにねしておかないとここ歯が立たないので頑張りますはい、今回はレースレポートでした、まあ、こんな感じで、旅ランの様子とかグッズ紹介とかこう走るモチベーションが高まるようなスイッチオンするような内容を目指していきますのでぜひともチャンネル登録の方でよろしくお願いしますそしていつものお願いですけどグッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになりますそれではねまた次回の動画でお会いしましょうガチョウでしたバイバイああいや今回実はですね僕ちょっと怪我をしてましてここ脇腹をまたやっちゃったんですよね何日か前にで回復に努めてたけどまだ本調子じゃないので、今回は応援っていうことで後ろからスタートさせてもらった感じでちょっと申し訳ないところもあるんですけどまあなんとか務めが終えられたんでよかったと思いますが結構やっぱり、ね、走ってる時息が入ってこないここが痛い痛いってで下りも着地の衝撃がずしんずしんくるので、まあ、それは耐えたというか、まあ、忘れるようにしながら27キロ走ってきたんですけどねまあただやっぱりね
これは長いレースを走ってる時のコツなんだけど、まあ声を出したりとか、あとは笑顔になったりとかすると、そういうことも忘れると思う。なのでそれを今日は実践した感じで、なんとかねスタートして最後まで戻ってくることができました。はい招待選手がすごい、神野大地選手でしょ、それから上田瑠衣さん、そして、大見さんもいたよね、そしてあのハゼツネの女子5連覇の高村さんとか、あとは福島舞さん、そして小和田くん、冬ガールいや、あとね、白川さんもいるからね、あのそういう人たちがこの大会をパーッと盛り上げて花になってるね、はい、まあまあ優勝できてよかったですけど、まあでも大会記録早すぎです。あ、やっぱり1時間30分ぐらいでしたっけ。36分、僕今回41分だったんですけど。え、リサで41分、いや早いですね。まあ多分一昨年の宮原さんとか川崎さんの方が早かったんじゃないかな。そうだ、なんかほぼほぼ同時でゴールしてましたよね。そうです。で優勝が板垣さんだったんですけど、でもこね、行ったから分かると思うんですけど、風強かったですね今日。上りがやっぱり思ったより時間かかっちゃったんで。神野さんよりも山の神になる素質だけは持って生まれたものの、まあ、4番でした。いやもうあのスタートの時にだいぶ足も絞れましたね。あ、今日でマイナス5センチぐらいで10分になりました。着替えて会場に戻って、あの帰ってくる選手をねお出迎えしようと思います。多分もう終盤なんだよね。はい、これで力坂最速王2023年はジ・エンドですね。いや次は来年24ということで、この力坂また参加することになるんでしょうか。その日に備えてしっかりと坂道練習しておきます。